昨年に引き続き今年も買ってまいりました。何が入っているかお楽しみ。ワンちゃん洋服早売り福袋開封します。おお、いっぱい入ってますね。オシャンティーな服でございます。白くまたカブロ系、オト系、ヤクショ系、よーしスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、福袋2022年版今年第1本目がちょっと早く買えるワンワン福袋を買ってきました。ちなみにですね、2022年はですね、人間を差し置いて犬の福袋を買っております。本当はね、監督も5000円の毎年買ってるグラニフ買いたかったんですけど、今年はですね、フィギュアもう見て、こっちこのフィギュアと、あとこのカメラ ZV-10 買いまして、今年は犬だけにいました。欲しいな。というわけで、届いた福袋が、こちらでございます。主役、おいで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 い挨拶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 よろしく。君の福袋だよ、君の。人間を差し置い、怒ってる。というわけでですね、服を開けていきたいと思います。で、今年はですね、4枚増量しまして10着こちらに入っております。そしてお値段もマシマシ、税込み4725円となっております。1着のお値段は前回はですね663円だったのに対し、今回はですね472円とお安くなっております。おいで、オーケー、早速開けていきたいと思います。おお、いっぱい入ってますね。カラフル。今回ですね、ザ福袋っていう赤い袋ではなく、この白いですね、これなんていうの、このジッパーっていうんですね。これ新品の匂いを嗅ぎますか。はい、嗅いで、いいいい、普通の匂いやね。めちゃくちゃカラフルな服がですね、たくさん入っておりますので、1着ずつ着させていきたいと思います。前回同様ですね、サイズは4種類ございます。ワンちゃんですね、見てわかる通りですね、まあまあ大きいですよね。トイプードルにしてはね、 L サイズ買っております。そしてですね、男の子用と女の子用があります。ナビックはオスなので男の子用を買っております。その前にね、このサイトのですね、もう常に購入している方はおりますので、去年はアンドトックさんから購入しまして、で今年は石橋さんから購入しました。ただ画像は去年と同じなので、こちらの商品を購入しました。評価がですね10件来ておりまして、星4つですね。お、これは期待できますよ。ちょっとコメント欄を見ていきたいと思います。まず星5の方、可愛いお洋服が入っていました。普段買わない感じだったので、被らずお洋服が増えて良かったです。いいよ。続きまして、可愛いですよ。うちの子の分とお友達用に10セット買いました。とにかくお得でした。で、星1つの方もおりますね。商品ページに書いてあるような可愛い冬服は送られてきません。冬服はトレーナー聖地にプリントしてあり、安そうな柄違いが5枚、子供の落書きのような柄です。え、嘘でしょ。星4つの方、服はそれぞれ可愛かったですが、広告の商品は1つも入っていなかったです。夏用の柄違い5個と冬用の柄違い5個って感じです。次、星3つの方、他の方の写真と同じでどれも可愛いのですが、広告の写真のような様々な種類ではなく、冬用は同じトレーナーが柄違いが5枚、びっくりしました。夏用も他の方の写真の服とほぼ同じです。10枚なのでお得だと思いますが、コメプーに M サイズを購入。え、うちの犬 L サイズですけど何か。というわけでですね、いろんなコメントがありますが、早速見ていきたいと思います。まあ、5枚同じものが出る可能性があるというわけですね。開けていきたいと思います。まずはこちら、はい、白いですね。サイズは L サイズとなっております。これは夏用ですね。薄いですね。こちらとなっております。このキャラクター、はい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 、ダメだ、逃げた、やばい、逃げました。待ってきた、ちょっとね、去年は6着なんですけども、今年は10着我慢してもらいたいんですけども、じゃあさらっとね、はい、サイズ感とか、いいですね。どうでしょうか、いかがでしょうか。こんな形となっております。どうですか、なんか服っぽいけども、プリント系の感じでですね、夏服の服となっております。ありがとうございます。お、えらい、お、はい、いいね、いい、はい、というわけでですね、まず1着目がこちらですね。よし、じゃあ次いく、次2つ目、はい、こちら同じシリーズかもしれませんね。はいはい、
あ、同じタイプのものですね。あ、いいですね。これは夏涼しそうでいいです、ね、はい、というわけで2着目がこちらとなっております。シャイン、シャインってなんだ。お、いいね。お座り。お、いいね。ちょっときついのかな、なんかムチッとしてる。で、3着目、はい、こちら。ん、なんだこれは。ドラえもん当てて、なかなか癖のあるタイプの服が来ましたよ。こちらでございます。なんかちょっとヒーローっぽい感じですね。こちらです。もうちょっと頑張って。続きまして、また同じ種類ですね。はい、こちら。あ、これは可愛いですね。この顔なんか先ほど見たような気がするんですが、ジーンズと見せかけつつのプリントジーンズとなっております。お、えらい。同じタイプのものとなっております。わかりました。あ、なるほど。5枚はやっぱり全部一緒なんですね。はい、オシャンティーな服でございます。このキャラクターは何なんでしょうね。はい、というわけでこんな服となっております。では次行きましょう。はい、こっからがですね、新しい冬服となっております。こちら。はい、赤ちゃんみたいな服になっておりますが、お、ちょっと暖かいですよ。これは肌触りキング。この感じ見てください。あったかい裏地です。はい、お、いいじゃん。このような形となっております。はい、次行きましょう。続きましてこちら、7着目となっております。お座りちょっとあと3回だから我慢してください。はい、では次行きましょう。こちら、8着目となっております。冬バージョンの服で、恐竜でございますね。ディノパーティー、パジャマみたいでいい感じですね。では次行きましょう。残り2枚となっております。こちら、白クマがたくさんついております。はい、こういった形の服が入っております。ありがとうございます。ラスト1枚いきたいと思います。パイナポー、グリーンの服となっております。いいですね。ラストです。お疲れ様でした。こちら、巻き巻き柔らか牛すじを。牛すじが食べたい。はい、お座り。よし、お疲れ様でした。食べてください。うわ、早っ。食べた食べた。はい、というわけでですね、ワンワン福袋、こちらですね、10着買いましたが、夏服が5着、10着入りのセットとなっておりました。興味がある方は、ね、ぜひ概要欄に貼っておきますので、覗いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではですね、自分がいいなと思った商品、ぜひ共有したいなと思った商品を中心に出しております。ジャンルは多ジャンルになりますが、様々なね、おすすめしたい動画を出しておりますので、ぜひ他の動画も見ていただければなと思っております。福袋動画をまだまだ出しますので、よろしくお願いいたします。では、また次の動画で会いましょう。ナビ行くよ。ナビ行くよ。はい、持ってきて。頑張って。はい。行くよ、ボール。はい。ちょっと大きいか。はい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 。ありがとう。頑張って。よし。はい。お、頑張って、頑張ってる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 。はい、泣いてほしい、泣いてほしいの。いくよ、いくよ。はい、はい、はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。昨年に引き続き今年も勝っ、ちなみになんですけども、ちょっと待って待って待ってよ、これなんて読むの、漢字が読めないと、ちょっと日本間違ってる。ま、というわけでですね、ちゃんと言って、はい。